動画、やっつけ動画じゃないけど、もう何も考えずに録画ボタンを押してみたんですね。なんていうか、もう完全に心が折れてもうてるんですね。半日とか丸一日とかかけて、台本を作って、半日ぐらいかけて、台本を作って、そんだけの時間をかけたとしても、全然面白く話せへんし、ほんまに、おもんない。そんだけ時間かけて、そんだけ時間かけて作ったところで全然面白く話せへんし、そっから、また、時間をかけて、編集して、その編集も、すごく上手に話せたな、面白い話やな、っていうものを編集するんやったら、編集の違いもあるんやろうけど、もう、ワンナスイルものを編集するのも、苦痛で仕方ないんですよ。編集だって時間がかかるし、めんどくさいし、そんだけ手間暇かけて、やっとできたものはもう聞き直せへんぐらい面白くない。ほんまに向いてないなって思うのが出来上がる。なんかもうほんまに心が折れてきますよね。もうこんなんを作ったところでほんまに何もならへんねんから、やめとけばいいと思うんやけど、今までずーっとそうやって生きてきて、何もせえへんことが正義や、みたいな感じで、この隙間のない部屋で、布団の上で YouTube を見ながら、見てるだけっていうのが、一番幸せですよね。楽だし、楽しいし。それが、それでいいのに、それが幸せです、じゃないですか、やっぱり。うん。それが幸せじゃないですか、一番幸せじゃないですか。それ以上の幸せってないと思うんです。でも、なんか、傍観してるだけ羨ましいな、と思うし、もう、穴が開いてくるってんかな。存在意義がないっていうか、いやいやながらでもなんかこうやってたら、多少なりとも存在してますよって言えてるんかなっていう気がするし、やってるんやけど、一本二本作ってうまく喋れへんとかあったら、まだ理解はできるんやけど、まあまあ本数だし、こんだけやって、進歩がないってことは本当に向いてないんやと思うんですね。向いてへんことをやり続けるっていうのは本当にしんどいですよね。手間暇かけてゴミが出来上がる。これほど辛いもんはやっぱないっすよね。かといって、傍観してるだけやったらなんか、羨ましいなぁとか、そればっかりが積もってて、全然、ね、満たされへんっていうか、本当はそれでいいんですよ。それが一番幸せなはずなんやけど、ね、なんかもっと自分に向いてることをやってればいいと思うんですよ。こんなして話せって言われたら本当に、まあ、編集とかやったら、まあまあ、ぶつぶつやってられるんですけど、それを、多分、それが向いてるんやと思うんやけど、それをやってたところで、出来上がったから、なんなんって思うし、こんなことしたいんじゃ、こんなんが欲しい、できる、こんなんがしたいんじゃない、こんなんができてほしいんじゃないって思う、だ、こんなんはできてほしいって思う、だけじゃないし、ミクの神様、武田先生が言ってたけど、したいこととできることは違うって言ってはって、本当にその通りやなって思います。話のブドゥンブドゥンは、いっぱい持ってるっていうか、いろいろ思いつくんですね。これはこうや、だこうだっていうのは思いつくやけど、それを一本の話に、一本の動画に集約する、上手な話の流れを作るっていうのが、
すごく大変。まあ今までの人生でやってきたことはない作業ですもんね。そんなすぐできることじゃないっていうのは分かってるんやけど、これが辛い。うまくいかへんっていうか、全然上手にまとまらへんっていうか、話の内容もそうやけども、話し方もそうやし、なんだろうね。別に、人と話すときは、そんなに、どうも人と喋れへん人間関係を持てへんっていうわけじゃない。まあ、それなりに流暢に喋ることはできるんやけど、この一人で立たされたときに、ほんと何も言えへんなるし、なんでその、人とのコミュニケーションを、この場に持ってくることができひんのかなっていうのも全然わからへん。とりあえず苦痛で仕方がない。できひんに苦痛で仕方がない。結局、10分くらい喋る動画を作ろうとしたら、丸1日くらいかかるのかな。まず台本作りに時間をかけすぎる。かかりすぎるし、それだって、D中になんかどんどん、スルスルかけるんならば、苦痛はないんやろうけど、ここは違う、どうやこうやってやってたら、全然進んでいかへんし、ああ、そんだけ時間をかけて作ったものが、10回再生とか、20回、まあまあよくて30回とかじゃないですか。まあ、この輪に及んだらもう、数字はどうでもいい、言ったらあれやけど、まあそこはもう、いいですわ。でも、自分でも聞き直せひんぐらい思んないっていうのがもう、きついですよね。時間とても暇かけて、ああ、ゴミができたっていうのは、ねえ、もう心がもうダウンすよね。思いついたことをすぐ口に出す人って多いじゃないですか。もう、思った時には口に出てるっていう、そういうタイプの人は嫌いなんやけど、見習わなあかんなと思うし、でも、自分だって、人と喋るときは、人との会話って考えるうちがないじゃないですか。瞬発的にやっていかなあかんっていうか、考えて話すんじゃなくて、もう、話を受けたら、間髪入れず返事をする。だから、反射的に会話っていうのは反射的にやっていくこと。それが、ね、できたら、いいんやけど、なんかもうほんまにしんどい。嫌や。もうやりたくない。このやりたくないことをいやいや無理してやってる人間は、私ミクみたいな人は、それをやめれ。活動力がある人にはもう、やっての落ち着かへんような人にはもう、絶対叶わへんっていうか、もう、無理してやってるんやから、常に気をつけ、なんちゅうかな、無理してやるから、こんなん続かんすよね。ずっとしんどい。生まれ持ったものとか、今までの人生の歩み方で、本当にできることできんことって、あります。どうにもならへん。どうにもなってへんなっていうのは最初から分かってるんやけど、まあ、回数を重ねていくうちに、だんだん改善されていくんやろう。だんだん流暢になっていくんやろうって思ってたんやけど、そんな甘いもんじゃなかったですね。